世界最速の犬、グレイハウンド。グレイハウンドは、長い足とスリムな体型を持ち、俊敏な動きと驚異的なスピードを持っています。最高時速は時速 70km 以上にも達し、その速さはまさしく、犬のフェラーリです。一方、競走馬はトップレベルの競技場として訓練され、最高の能力を引き出すための環境や専門知識が与えられます。彼らもまた高速で走ることに特化しており、 最高時速は時速約64から 72km になることが一般的です。グレーハウンド、早すぎる。